トーマス・ヘンリー・ボンドは、アイルランド・ロングフォード県出身のプロ野球選手。1877年にメジャーリーグ初、ナショナルリーグ初の最多勝ち、最多奪三振、最優秀防御率の投手3冠を獲得した。1874年に、当時のナショナルアソシエーションに参加していた、ブルックリンのアトランティッククラブに所属、投手として55試合に登板したが、 成績は22勝32敗で敗戦数、失点数、自責点、基本類らの4つの部門でリーグ最多を記録する。翌1875年からはハートフォードダークブルースに所属、チームがナショナルリーグに加盟した1876年と2年間在籍し、その間2年続けて防御率1点台の高騰を見せた。投手としてのピークはハートフォードから、 ボストンレッドキャップスに移った1877年からの3年間で、1877年と1878年に2年続けて40勝を記録、またこの2年間の脱三振数も、それぞれ17万182とリーグサイトとなり、ボストンの両年のナショナルリーグ優勝に貢献した。さらに、1877年は40勝、防御率2.11。 脱三振170でメジャーリーグ初の投手三冠王となった。1879年にはリーグ最優秀防御率とともに11のカンプ勝ちを記録するなどナショナルリーグ設立当初のボストンの主力投手として1880年まで活躍したが、怪我の影響か翌年以後は年に数試合に出場するだけに留まった。 1883年は丸1年ナショナルリーグではプレーせず、投手として本格的に復帰したのは1884年のことだった。この年ユニオンアソシエーションのボストンレッツから23試合に登板し13勝を9敗、シーズン中にアメリカンアソシエーションのインディアナに移って5試合に投げるが、インディアナでは勝ち星を挙げられず、同年8月に インディアナから放出されると、以後選手として試合に出場することはなかった。以後1885年にはナショナルリーグで17試合、1891年にはアメリカンアソシエーションで1試合審判として出場した記録が残っている。1941年にボストンで死去。ナショナルリーグ初年度に出場した選手の中では、最後まで存命した選手でもあった。 ありがとうございます。